今日は登校日、みんなに会うの久しぶりだなって言っても、昨日たかしと遊んだばっかだけど、みんな夏休みの間にどれくらい変わったかな。あ、まこと、おはよう。あ、たかし、おはよう。って、どなたさん。え、昨日まで普通だったのに。あ、髪伸びたんだ。いやいや、そこじゃない、そこじゃない。マスクの日焼け、パンパで。マスクの日焼け、気づいてないの。そんなことある。それより新しいゲームがさ。無理無理無理、日焼けに引っ張られてゲームの話1ミリも入ってこないわ。じゃあ新しい漫画がさ。そういう問題じゃない、話題変えればいいってことじゃないから。もう何なんだよ、日焼け日焼けって。日焼けとか46かよ。怒られるからやめて、そんなグループないから。てか本当に気づいてないの。気づいてるよ、日焼けでしょ。腕ちょっと焼けたんだ。顔顔、たかしの家に鏡はないんか。ちょっと一回トイレ行ってきな。いや別に今トイレしたくないし。鏡だよ、鏡見てきなってこと。いや別に今鏡見たくないし。そういうことじゃない、たかしの気分を聞いてるんじゃなくて、日焼け確認、鏡見る。おーイエー、ナイスとミーチュー。バカにしてる、片言で喋ったわけじゃないから。てか百歩譲って僕が日焼けしてたら何なの。誠にデメリットでもあるの。ん、何も言い返せない。何こいつ。ほらなかなかの日焼けだから、たかしは気にならないのかなって。いやまあちょっとは気になるけど、長袖着れば見えないし。だから腕の日焼けじゃなくって。顔、何わざと話取らしてる。もういいから、とりあえず鏡見てきなって。あー分かったよ、見てくるよ。どれだけ髪伸びたか確認してくる。だから日焼けだってば。ツイッターのフォローもよろしく。で、どうだった？すごいことになってたでしょ？ことの重大さに気づいた？うん、だいぶやばい、もう手遅れだ。どうしよう、トイレ流すの忘れてた。いや何しに行ってたの？日焼けの確認は？そんなしょうもない話してる場合じゃないよ。こっちの方がしょうもなくない？日焼けの方が長く続くんだけど。もうダメだ、めっちゃ視線を感じる。絶対日焼けだろ、誰もトイレの流し忘れなんて気づいてすらないよ。あー恥ずかしい恥ずかしい。恥ずかしさのベクトルバグってる？普通逆だわ。てか昨日遊んだ時は日焼けなかったのに、たった一日でどうやったらそんなことになるの？どうって、昨日は家に帰ってから普通に宿題してたけど。野外学習でもしてた？家の中じゃそうはならないでしょ。家の中に決まってるじゃん。何、まこと暑さで頭おかしくなった？おかしいのはたかしの日焼けだけどね。じゃあ一体何が原因なんだろう。多分次の人にせかされたからだよ。いやトイレの話はもういいから。勉強した後は何してたの？普通に寝て歯磨きしてご飯食べただけだよ。順番めちゃくちゃだな。せめてご飯食べてから歯磨きしよう。まあでもいずれにしても日焼けしそうな場面なんてないもんな。もういいじゃん、日焼けした理由なんて。それよりトイレの。それももういいわ。はあ、結局わからずじまいか。原因わからないとか怖すぎでしょ。もしかしたら病気の可能性もあるから、今日学校終わったら自転車で病院行こう。いいけど、じゃあマコトンチに自転車取りに行かないと。ん？なんで僕んち？だって昨日マコトンチに自転車忘れて1時間かけて徒歩で帰ったんだもん。いや原因それじゃーん。パパラパパリラリライアイアイ、怪獣になっちゃって、パパラパパリラリライアイアイ、踊れ壊せ踏み潰して。